つもと違う。そんなんじゃないけれど、自分が自分のすべてを把握しているわけじゃないから、お兄ちゃん。やっぱりいつもと違うから。うん、やめたくないけど。私、分かった。お兄ちゃん、きっと誰かのことが好きになっちゃったんでしょう。だからだと思う。今日のお兄ちゃんが違ったの。あら、どうして？けれど、感情を止めることは誰にもできないから。そこまでは言っていないかもしれない。気になる程度なのかも。もし私の考えが間違っていないなら、私は。
ました。あ、そっちにいるよ。あ、どの辺？喉乾いたね。これが減量の苦しみってやつかな。減量って？ボクサーだよ、ボクサー。なんで？こうなったらもうカサカサになるまで頑張りますか。もう疲れた。なんか眠くなってきちゃうね。うん、ほんと。ちょっと昼寝でもしようか。どうした？どうかしたの？寝ぼけた？何を？空？普通だよね。
風って一体どんな？真っ白ってどういうこと？光そのもの？あの飛行機雲とかじゃなくて？ボケたんじゃないんなら目かな。一度眼科行った方がいいよ。でも心配だし。熱射病とか。けど今お兄ちゃんの言うのが消えているだけで本当に見たのかもしれないね。じゃあ図書館でそういう自然現象を調べてみようか。じゃあ僕後で調べに行ってみる。どっちよ。賛成。おはよう。お兄ちゃんが誰が好きなのか分かった？だって亡くなったりするものじゃないから。綿雨みたいな。そりゃ食べるよ。光合成じゃないんだから。もやし？苦しいね。自分で作ってきたんだって。食器も自前で。豆だよね。
光合成だね。リポーターいないね。ま、来る時もいなかったんだけど。もうあんたを離さないわ。そんなギュッとして大丈夫？病み上がりなんだから。よかったよかった。やっぱ神崎さんはサンデーがいないとお湯のないインスタントコーヒーみたいだ。そのままザリザリ飲んでくれてもいいけど。嘘。はい、席つけ。